現在開催中のシャーマンキングコラボカード、また胸を紹介するよ。スペックは1コス槍武力1力6気合、軽略は式4の投げ軽略で、3コス以上のプロの味方単体の武力プラス6、兵力プラス40の9カウント、自信撤退。プロの1コス槍兵武力2には回復軽略持ちは他に2枚おるから簡易比較を出すよ。おら、発射。どいつもこいつも頭にくや、二手に分かれて逃げる。黒の3コス以上は現在上杉謙信、埼玉の市、塚原牧伝、魔長、松永久秀、呂布、源のためとも、天子悪鎮、源の義経、佐藤清正、前田慶次、朝倉陽雲、スターター上杉謙信を含めた13種類、フォア武力の団体強化とは、特に相性がいいね。式4で、武力プラス6と回復を兼ねれるのは、コスパが高いし、効果時間も長めという理由。ヨグワラをはじめとする高コスワントップのアラデッキや、バラデッキでの鉄板パーツになりそうかや。今までも、ヨグの松を投げたり、旧作では、天天と弱命する構築があったけど、両方を兼ねるね。時代、特殊の戦機や、1コストでもいれば、3種とも条件を満たすから。1コス1枚採用するだけで、戦機選択の選択肢が広がるのもいいところ。ちなみに、2.5 コス以下の部隊にもかけることができて、その場合は、回復なしの武力プラス4。最終盤のどうしようもない場面で、式4しかない状況で打つかもしれへん。頭に入れておいても、損はないね。もっと前出なくていいのか。発射！皆殺しだ。一人もここから逃すな。撃て！迅速こそ勝利への道。一陣の精鋭よ、突き進め。前期確保。心の声です。分かれて逃げる。我が戦が不服か。未熟者へ。調整が何か。発射。流派発動。三の肩。生き残りたくま、死人になれ。撃て！発射！皆殺しだ。一人もここから逃すな。
速こそ勝利への道。一陣の精鋭よ、突き進め。たとえ火の中、雪の中、レオ、行きますよ、ヨウさん。もう心残りはない。未熟者め。鎧の音、ビビる。撃て。流派発動。見ろ、肩。ここまでか。俺が行く道は俺が決めるんだ。何か こんな感じでデッキのエースに仕事してもらうにはこれ以上ない協力よね。今回は3試合あるよ。俺たちはずっとそうしてきたんだ。少しは役に立ったかな、俺。撃て。やっちまったか。ひどい。もう心残りはない。撃て。もっと前出なくていいのか。撃て。調整が何か。撃て。レオ、行きますよ、ヨウさん。もう心残りはない。一の方、撃て。おら、撃て。
何か。皆殺しだ。一人もここから逃すな。流派発動。三の型。深き悲しみを超え。私は再び戦いに出る。武士という毒をいかに使いこなすかが腕の見せ所よ。二の型。レオ、行きますよ、ヨウさん。もう心残りはない。少しは役に立ったかな、俺。わきまえ。天気解放。俺たちの力を天下に示す。見ろ肩。調整もっと前になっていいのか。やっちまったか。騒ぐことではない。ひどい。光が俺らもう負けるわけにはいかんのよ。流派発動。三の型。流派発動。一の型。オーバートール百個。引き際はわきまえて。信じて見ててくれ。俺お前がいる。今回はもう一試合やるよ。こいつは。
下なのか。やっちまったか。撃て。まさに不平だ。二手に分かれて逃げよう。くらえ。もう心のそりはない。ギャーギャーうるさいのよ。残りたくば死人になれ。撃て。調整が何だ。この太子爺確かに約束を守ったぞ。レオ行きますよ。ヨウさん、もう心残りはない。たくどいつもこいつも頭にくる。石器開封。見ろ方、くらえ。二手に分かれて逃げよう。くらえ。やっちまったか。くらえ。こいつ強え。戦機解放。ギャーギャーうるさいのよ。流派発動。3の方、生き残りたくば死人になれ。うなれ。助けてくれ。皆殺しだ。一人もここから逃すな。たくどいつもこいつも頭にくる。この太子爺確かに約束を守ったぞ。くらえ。冗談だろ。うなれ。二手に分かれて逃げよう。おら。うなれ。もう心の底がない。うなれ。ギャーギャーうるさいのよ。いい敵だ。おら。やっちまったか。生き残りたくば死人になれ。
調整が何か。皆殺しだ。一人もここから逃すな。撃て。この太子爺。確かに約束を守ったぞ。やたくどいつもこいつも頭にくる。は役に立ったかな。撃て。流派発動。三の型。オーバーソウル。百個。この戦いで。我が罪をあがなおう。やっちまったか。いい敵だ。くらえ。冗談だろ。助けてくれ。ご視聴ありがとうございました。